どうもこんにちは、たまちゃんです。さて本日はゴーストロアを遊んでみます。こちら以前デモ版を遊んだことがありますが、ドット絵のディアブロライクです。他にドット絵のディアブロライクで有名どころはクロニコンやヒーローシージがありますが、まあ、こちらゴーストロアはそれに続く第三候補の作品となっております。まあ、他にも候補はあるので、そちらはまたいずれということで。で、この度、2023年5月18日についに正式版になりまして、以前のデモ版と比べると、遊べる内容は格段に増えているようです。で、ディアブロ以外にも、タイタンクエスト、まあ、グリムドーンの前作にも影響を受けているということで、特徴は、トリプルクラスまで設定できるという点にあります。2つではなく3つまで組み合わせできるようです。で、他にもディアブロ4のパラゴンみたいなシステムも用意されており、キャラクタービルドは相当なものになってるんでしょうね。そしてモッドサポートもなされており、スチームワークショップが用意されています。まあ、ドット絵ということで、キャラクターのグラフィックス、それの変更ができたりすると面白くなりそうですが、何はともあれ、早速始めていきましょう。で、クラスは6種類あります。まあ、そのうちの3つを選択するという形になるんでしょうが、はじめは1つでしょうね。どれにしようかな。じゃあこれにしてみるか。野獣。血の魔法の力を授かった。恐れを知らぬ戦士。バーサーカー的な？さあ、ランダムマップが生成されて、始まりましたが、意見なんか使っちゃったな。ポーションか。まずは A で、通常切り？あ、これは通常切りか。さあ、シンプルなモーションで、切ってますね。B は、どっちのようだね。ここら辺は以前と一緒かな？お、切る感じが、とても良くなってる。あ、止まった。さあ、レベルアップしていきなり。まずは盾開始しよう。かなりね、敵がノックバックしますね。で、どっか行っちゃった、切ったら。これはディアブロ2の召喚される敵。それと同じような感じか？ LT 名越しで、ターゲットロックオン。するとレベルアップしましたが、これが装備画面か。で、左側にはグリフというものがね、用意されてますね。ここにいろいろはめ込んでいくことで、キャラクターを強化できます。これがスキル画面。現在は？なんか割り振れないの？血の魔法。これは飛び道具か？解放。これはノバ的な技かな？周囲に範囲攻撃。これは、シャウトですかね？自分と近くの味方の防御力を上げる。まあ、最大4人くらいまで遊べるという話ですね。ウェアタイガー、変身だ。さあ、これを撮ってみたけど。ああ、こんな形式なんだ。で、ここら辺はアンロックするはするほど、どんどん強くなるんだろうね。で、さらに、この二つどれが付けられんの？コンボ。いずれかのスキルを左右に配置すると、コンボになる。こちら、白虎。白虎になって、氷属性になる。こっちは、これは周囲の味方に、バフをつける。ここら辺は、スキルモディファイア。変身トリガー。なんか、いきなり始めから、いろいろできますね。なんか、数値が下がるが、トリガースキルの発動速度が 200% アップ。発動スキルね。これは、非ダメージが増える。代わりに、20% の確率で、チャージを使用しない。まあ、メリットもあるが、デメリットもある。そんな内容か。X で使いますね。よし、変身！おぉ！ちゃんと専用のモーションが用意されてる。で、画面左上。そのゲージがマックスまで溜まると切れてしまう。今のところ時間は短いようだね。この光ってんのは？あ、小麦。このゲームは結構なんか、料理の写真がね、すごい美味しそうであることが、まあ、一つの特徴になってますね。ユタラ。これは装備品か？あ、早速。これはグリフですね。ここに設定する。ミニオンのダメージが 9% アップ。お、いきなり始めから。面白いですね。で、盾を入手していますが、比較は？比較はないのかな？
比較。比較がなさそうか。変身。うわあ。いいぞ。一撃が範囲攻撃になってる。おお、結構大量にやってくるけど。やれますね。で、世界観は、東南アジア。まあ、珍しいですよね。あまりない。で、かなり拾ったよ。全部装備しましょうか。精度がアップする。このグリフ自体にも、レベルがありますね。あ、これ時間止まんないね。敵が動いてる。急いで装備しよう。せっかくだから変更してみようか。モーションは、ああ、早くなりましたね。超連射型だ、これは。この一撃に、なんか炎攻撃とかね。そういう能力がつけば、より強くなるんだろうね。うわ、変身。あ、白虎の一撃も、早くなってる、振りが。目標はこちらのようだな。そこは敵が、頼りになってくるんじゃないか。こいつを倒すのが、目標っぽいが。燃えてる？私のライフは左上。おお、俺は変身だ。なあ、硬いな、こいつ。さすがに。さあ、これ倒した。レベルアップして、いろいろ回収。さらに、矢筒。なんだ？矢筒で、弓が撃てんの、これ。弓は？あ、撃てる。矢筒でいいんだ。次は下で、町に戻るかな。タウンポータル。さあ、町に着きましたが、いろいろ買えるようだね。ポーション買っとくか。こちらは、食べ物通り。食材を集めれば、なんか作ってくれると。さあ、この写真、うまそうですね。しかし、材料はない。じゃあ、次のクエスト行きましょう。ヒジャワン島。さあ、ラフレシアを倒そうという目標になりましたね。これも以前のデモ版と一緒ですね。さあ、この矢筒は、複数に当たるようだが、貫通する？なかなか強いね。でも敵の数も多い。これ変身するとどうなの？あ、変身すると、飛び道具にならない。ちょっと相性が良くないかもしれませんね。あれ、他のスキルもまだ設定できますね。解放。あ、できた。これいくつまでできるの？設定できるだけ、設定しましょうか、じゃあ。はじめから4つできる。モディハイアもつけるか？血の魔法に、変身トリガー、つけてみた。クラスボーナス、なんか出てきたよ。これも設定できんの？アドレナリンラッシュ、囲まれるほど強い。Y が、ノバだね。で、RB で飛び道具。お！ RB 結構打てる。で、その代わり、血がどんどんなくなる。やばい。強いけど。使い時が難しいね。さあ、早技。お、くくり。これは早いぞ。忍者刀みたいだ。うわあ。さあ、早技。これで変身すれば、相当早いんじゃないの？お、早い早い早い。めちゃめちゃ早い。あ速さに浮かれていたら、死んだ。で、死んだ時にちょっと画面がフリーズしたから、演出が見れませんでしたね。この下の何かつけるか。クラスボーナス。ヘルスアップ。ライフ回復系ないかな。ダメージ反射とか、面白そうだね。お、ついに、マジック装備かな。経験値獲得。プラス 16%。これにしよう。これはちょっとなんか効果が高いグリフですね。設定できない。複合魔法。ああ、これあれだ。たくさんスペースを取るタイプですね。何かいらないものを外しましょう。ミニオンダメージいらないかな、これ。うん、これだけで相当ね、いろんな構成が作れますよね。さあ、はめて、これの効果なんだ？あ、ここからさらに、他のグリフをはめ込むんだ。それによってより効果が出る。そういう話か。おお、できましたね。スキルチャージプラス 20%。パカラをはめると、武装破壊。これは精度がプラス 14% にもかかわらず、違う効果も発揮する。そういうことか。さあ、これはかなり面白いシステムですよ。あとは時刻の概念もあるのかな？今ちょっと明るいですね。他にもう一つ設定できるぞ。これもやっぱり隣接スキルが
効果が出るのかな。モディファイアってありますね。説明の右側。うん、効果出てるね。プラス 25%。ここにはプラス 50% という説明がありますが、まあ、二つにね、分かれてる感じかな。25%。二分の一になってるね。ああ、じゃあ一つだけを、こうすれば、うん、一つだけに効果が出る。そういうことか。分割して効果が出るのか。もしくは単体にね、そういう効果を出すのか。初めての槍。お、槍は、ついてきますね。色。新たな特殊な。なんだ、なんか食らってるけど。雷のような効果が、勝手に発動しましたね。それがさっき設定した、スキル効果の一つなのかな。また発動したね、今。キラーンと。さらに帽子。初めての。レア防具かな。貫通免疫、まあ、いろいろ耐性がありますと。で、これは、また5マスだね。今は、つけられないな。マスが足りない。回転できればいいけどね。回転機能はなさそうだな。で、第2クラスは、レベル15から。第3はレベル30から。まだ先ですね、これは。で、出ましたね。毒ジェム。毒ダメージ追加。これは攻撃速度が速い武器に設定した方がいいんだろうね。早速これに設定しようか。これで毒が超当たるんじゃないか。お、一発一発が毒になってますね。派手でよい。さあ、ボスキャラ出たようだが、鬼の子を変身して倒す。ちゃんと白虎の攻撃も毒が乗ってますね。さあ、レベルが7になってこれでいけるかな。ん？新たに、ナシンっていうのを拾ってるな。攻撃速度アップ。攻撃系か、これは。クールダウン短縮効果。歌詞を設定すれば、どんどん変身しまくれる。歌詞はこれか。歌詞はしかし、一つしかないか。さらに色を回収したけど、同じグリフでもね、このパズルの模様が異なるんですね。毒ジェム。あ、これライフ回復だな。よく見ると。スカーフにはめれば。これは欲しいとこだが。現在穴が開いてないね。残念なことに。さあ、ボス戦かな？ラフレシア。以前も戦ったように思いますが。一気にラッシュを決める。ぬりゃー！あ、切れた。切れたがまだやれる。やった。ガブ飲みで正解でしたね。さあ、クリアーで。槍、レアをもらいましたね。加速。あ、これをつければ、ライフを吸い取れそうだね。つけたいが、ちょっと難しいな。どう設定したらいいんだ。これをこうやって移動するか、とりあえず。周りをこれで、3つ囲ってみましたが、ライフ吸い取り 2.5% になりましたね。これが肝だろうな。しかしまだまだレベル上げないと、いろいろ改良が難しいですね。あ、この緑のライン。そこに設定されているモディファイア。それが有効になるという意味か、これは。十字型で効果が出るんですね。これは面白いな。第一のクラスでこれだけありますからね。さらに第二、第三。それらを追加する楽しみが、まだまだ待ってますね。食べ物が作れるようになってますね。あ、いっぱいあるんだ。ミーレブス。これを作る。あともう一つ、ポピア。なんだポピアって。薄い皮にひき肉と野菜が入っている。春巻き。では面白いところですが、本日はここまでにしましょう。いやー、これはまさにディアブロとグリムドーンの融合作と言っても過言ではないでしょうね。もうキャラクターの育成幅が相当広くなるんじゃないかな。まあ、最もあるので、もしかしたら、モッドでクラスが追加される、なんてこともあるかもしれません。もうこれは、ドット絵のディアブロライクの中では、トップレベルに躍り出た、それくらいの面白さでした。なので、こちら気になった方は、ぜひ購入して遊んでみてください。
現在 25% 割引の1725円で購入できます。じゃ、というわけで実況はたまちゃんでした。